こんにちは、スタイリストの山俊です。今回の動画では初めての企画をやってみたいと思っています。題してスタイリスト大山俊の劇的ビフォーアフターということで皆さんにお届けしたいなと思っています。今回はですね、前からやってみたかったんですが、ある方をお呼びしまして、その方をファッションからヘアスタイルまで変えて1日で劇的に変えるというねコーナーをやってみたいと思います。僕はもともとテレビ番組のこういった亭主改造計画みたいなものがすごく好きで、それに憧れてこの仕事を始めたというところがありますので、ずっとこの企画をですね YouTube でやってみたかったんですね。ということで今回はですね、実際に一人の方をプロデュースする過程をですね皆さんにお届けしたいなと思いますので、ぜひお楽しみにいただければなと思っています。ということで今回ご協力していただけるのが平野井さんです。平野井さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。身長高いですね。いやそれなりに181。でも並ぶのが恥ずかしいぐらいなんですけど身長どれぐらいあるんですか？181cm あります。大きいですね。なんか痩せ型なのですごくスタイルがいいですよね。で、平野さんはもともとね専門のお仕事があると思うんですけども、最近は YouTube をされてらっしゃるんですよね、はいはい、どういったチャンネルなんですか？はい、CFO というあの職種なんですけれども、はい、経理や財務の、うんうん、ワードをですね、はい、あのなるべくこう分からない方に、はい、ご説明するようなそんなチャンネルになっております。あ、そうなんですね。始められてどれぐらい経ったんですか？今4ヶ月ぐらいで、まだまだこれからという感じです。なるほどなるほど。で、今回ですね、こうファッションだとかご自身の見た目を変えようと思ったなんかきっかけみたいなのってあったりするんですか？はい、まあ、通常ですね、あの休日は私私服を着ているんですけれども、はい、うんうん、まあ、仕事の時はまあスーツということで、はい、まあ、仕事柄金融機関の方と会うことが多いので、うん、はい、スーツが多いんですけれども、その間のですね、はい、ちょっとビジネスカジュアルとか、まあ、カジュアルにちょっと入ったようなそんなイメージの服をこう身につけたいなというふうに思って、うん、今回、はい、チャレンジしたいなというふうに思っております。確かにスーツスタイルっていうのはある程度型があるので、まあ、それに沿えばそんなに難しくないと思いますし、休日着は結構自由度が高いのでそこは自由に着ればいいと思うんですけど、その間って何をどう着ればいいのかって分かりづらいですよね。そうなんですね。なるほどなるほど。じゃあそこを今回磨くことで、はいはい、まあ、多くの視聴者の方にちょっと親しみやすさが出せたらいいかなってところですかね。はい、そうです。はい、任せてください。ありがとうございます。ファッションとエアスタイルで結構ガラッと雰囲気変わると思いますので、はい、ぜひ楽しみにしていただければなと思っています。はい、現状のファッションチェックをしてみたいなと思うんですが、先ほどおっしゃったように180cm、 結構身長高くて痩せ型なのですごくスラッとしてかっこいいかなと思うんですね。ただこういう体型の方が一番サイズ選び難しいんですよ。身長が高くて痩せ型ですね。そうすると本来であればもう身幅とかだと M とかでもいいぐらいなんですけど、それを選ぶといろんなところが短くなるんですよね。はい、そうですね。ね、なかなかサイズ選びが難しいと思うんですね。で、ジャケットを見ていただくと結構ですねゆとりがありますよね。こう拳が2つぐらい入りそうな勢いぐらいあるので、ちょっとジャケットのサイズが大きいかなっていうのはあります。あとシャツも襟がだいぶ余ってしまってますよね。これも長さをちょっと優先するとここの首回りがだいぶ大きくなってしまうのかなと思うので、そこへのサイズを整えるのが一番大切かなと思います。あと気になるのがこうシャツのこういう縁取りだとかボタンが紫っていうのもちょっとおしゃれには感じるんですけど、そういった要素がない方が正統派な着こなしに見えるので、そこの要素は削った方がいいかなと思います。スーツスタイルから一気にジャケパンスタイルへ今日振りたいと思いますので、ぜひそちらを楽しみにしていただければなと思います。はい、よろしくお願いします。今日は大人っぽいわけじゃないですけど、まあ、年相応に見られつつなおかつカジュアルな感じにしていきたいと思うんですけど、はい、あのイメージとしてはおでこが結構今隠れてしまってあの目にかかってるんですね。これが少し子供っぽくなると思うので、はい、少しおでこは出していきたいと思います。はい、で、横の感じも耳に今かかってるのでここはスッキリしたいんですけど、はい、あのさっきのファッションのでも言いましたけど、あの痩せ型なので横を刈り上げすぎるとどうしてもなんか細くなりすぎてしまう、はい、で神経質に見えてしまうと思うんですね。はい、なので横の長さは刈り上げるんだけれどもなんかジョリジョリせずに自然な刈り上げで短くしつつトップの高さはちゃんと出しつつ、おでこも、上げられるんだけど下ろせるぐらいな感じの長さにしたいと思います。
とこんな感じになりました。最初言ったように横を刈り上げすぎずすっきりと、でトップの高さをちゃんと出し、おでこも出しつつだけど前髪も今完全に上げてますけど、この O だったら下ろすこともできる長さを残しているので、それは使い分けてあげればいいかなと思います。で横がこれくらい長さを残すことによって今結構すごい短くするのが流行ってますけど、あんまりやりすぎるとその奇抜感も出るし、あとやっぱ細くなりすぎるので全体のシルエットがちょっとだけ長さを残しています。あとは後ろがここのラインを結構短くしてるんで、横から見た時にしっかりトップの高さが出てくるので若々しくもありつつちゃんと信頼感が出るような髪型です。でいい髪型になったかなと思います。いかがでしょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ということで銀座に移動しました。これから実際に買い物に移っていくんですが、ファッションを変える前ですね、まずはメガネから変えていきたいと思います。というのも人の印象って結構上半身で決まることが多いので、顔の中のパーツの中でもメガネというのが特に印象に残りやすいんですね。ですので服を変える前にまずはメガネから変えていきたいと思います。それでは早速行ってみましょうか。そうですね、フレームがこれもなんかシュッとして、はい、どうですか。ああなるほど。で腕の長さですよね。でも首ちょっと一回していただいてもいいですか。苦しいですか。これぐらいだと思うんですよね本当は。これでも実はまだちっちゃくていい。はい、ということで平野井さんのビフォーアフターが無事完成しました。皆さんどうでしょうか。かなり雰囲気が変わったかなと思います。平野井さんは普段スーツスタイルが多かったんですが、今回思い切ってビジネスカジュアルの方にチャレンジをしていただきました。まあ、ビジネスカジュアルにも様々なスタイルがあって、ノーネクタイのスタイルから今回のようなネクタイをするスタイルまであるんですが、平野井さんはいろいろ試す中で割とネクタイのあるカチッとしたスタイルがすごくお似合いでしたので、そういったスタイルをご提案させていただきました。上下でネイビーとグレーというバランスといいスタイルというのは皆さんにも取り入れやすいかなと思いますので、ぜひこちらの動画を見た方はチャレンジしていただきたいなと思っています。今後ですね、この YouTube チャンネルではビフォーアフターの企画をですね継続して行いたいと思いますので、ぜひ僕もやってみたいという方は応募していただきたいなと思っています。詳細欄にですねまた詳しく書いてありますので、ぜひそちらを見て応募していただければなと思っています。それでは皆さん次回の動画もまたお楽しみに。